はい、おはようございます。知多半島ホームエリアとする適正会社です。今回はこちら東海橋ですね。東海市最大の橋ですね。はい、元ウプ主 の住んでいたところです。お久しぶりですね。東海市の散歩としてはお久しぶりですよ。はい、こんな感じですね。まあ周辺にはバローさんがあったり東山プールがあったりする程度なんですけどね。ああ、一応ファミリーマートもありますよ。懐かしいですね。はい、そうですね。ちょっとファミリーマートは作りすぎのような気もしますが。で、この橋はというと下には知多半島道路が走ってるんですね。はい、今はちょうど昼がちょっと終わったぐらいですかね。で、秋も少し終わりかけた、かけ始めたぐらいの頃でしょうか。まあそんな時期に撮ってるんですけどね。まあ何の取り柄もない橋ですが、広さだけは十分にあるようです。まあ前回も橋を取ったんですよね。いや、前回にかずっと前に橋を取ったっきりなんですよね。東海市の橋はこれが久しぶりになるのかな。はい、まあそんな感じです。で、この両の、この取り柄のなぜかね。はい、非常に行く階段があるんですね。ちょっと角度は急だけど、まあここから入っていくことができたんですね。で、昔はこの辺りは深い森があって公園になったんですよね。今は全然違いますけど、今は社宅っていうのかな、なんていうかな、独身寮みたいなところのあれになってます。駐輪場みたいになってますけどね。まあそんな感じです。昔はあそこにはもう喫茶店があったんですけどね、今はありませんが、まあこんな感じです。では今回はここで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。